にちは、ランニングアドバイザーの湊です。こんにちは、マカル新都市伝の安田スタンダです。本日は、前回動画でご紹介したクリスマスプレゼントにおすすめのアイテムの番外編です。安田サンタさんと一緒にランキング外にあった、これはちょっとご紹介したいな、このアイデアいいなというようなアイテムをご紹介したいと思います。動画の最後には安田サンタさんおすすめのアイテムもご紹介したいと思います。行ってみよう。前回の動画ではランニングだけではなくていろんなシーンで使えるようなアイテムとか、そうですね、その方への特別感があるようなものとか多かったなと思います。そのスタッフさんの、ね、意見がいろんな視点で面白かったですよね。はい、あとはこの時期ならではというような意見がありました。それはこちらです。ランニング用の防寒のグローブです。安田さん、ランニンググローブ使ってますか？私朝ラン派なんですけど、朝もう10度切るぐらいまでね、落ちてきてるので気温が、グローブは必須になってきてますね。はい、私も9月頃からもう寒い、手は寒いので絶対手袋はポケットに入れてランニングに行ったりしてます。手が冷えるとちょっと嫌だなっていうのが。そうですね、やっぱ末端が冷えるとね、やっぱちょっと動き悪くなるですよね。はい、手をこういう風にして走るのも危ないので、グローブ持ってない方でランニングされている方いらっしゃったら、ぜひプレゼントしてあげてほしいですね。安田さん的おすすめはどれですか？私は、あんましこう暑いのが好きじゃないので、個人的にはこのストレッチランニングローブが、薄手で暑くなくて、でそれでいて伸びますし、ある程度防寒もしているので好きなんですけど、ですけどこのアスフォームのグローブは厚さがいろいろありまして、本当にこれからどんどん寒くなっていくんであれば、ちょっとウォーム系、そのストレッチ、私最初紹介したようにも少しあったかい起毛のタイプであるとか、さらに寒くなればフリース素材であるとか、内側はフリースではなくて汗かくところはサラサラとしています。もっと極寒でも雪でも降りそうって時はインシュレーションですね。移動時にもいいですよね。私このタイプ、雪とか降っても大事ね、大丈夫だからね、自転車乗る時とか使ってます。気温とか体感に応じて選べることができますので、プレゼントする側のご用途に応じたものを選んでもらうとありがたいかなと思います。アスフォームのランニンググローブはレディースとメンズが分かれています。でそれぞれ M と L があるので、サイズも選びやすいと思います。やっぱりランナーの方には GPS ウォッチが便利です。ガーミンのランニングウォッチというような意見もありました。ちょっとご予算が高めの方ならプレゼントできますね。安田さんのおすすめのガーミンはどちらですか？2種類ですね。私のおすすめ、フォアセルト55とフォアセルト245がおすすめですね。ガーミンのね、GPS ウォッチに関しては別動画で皆さんが以前紹介していると思うんですが、この55はね、本当にもう初めて GPS ウォッチを使う方には非常におすすめで、値段もお手頃で、かつね、機能も必要最低限な機能はしっかりついているものですね。で245に関しては、さらにね、GPS 起動時の稼働時間が長くて、さらに本格的なトレーニングモードがついているのが245ですね。その他には防寒アパレルというような意見もありました。寒い時期、寒さを我慢して走ってほしくないなと思います。体をしっかり温めないと怪我にもつながる可能性があると思いますので、走り始めはしっかり温めて走っていただけるといいと思います。アスフォームのランニングアパレルはアウトラストという体温調節機能がついている中綿を使っている商品があります。人間が快適だと思う衣服内の気温が25度にずっとなるように調節してくれるような機能がついている。なので、暑くなりすぎず寒くならないというようなアパレルです。防寒アイテムはアウターだけではなくてインナーもあります。中
裏がちょっと起毛しているようなタイプ、指が出るようになっているものとかもあります。今年は防寒のパンツ、防寒パンツも充実しています。アウトラストを使った中綿タイプとか、あの冷えやすいもものところを防風素材にしているようなタイプとかもあります。脱ぎ履きしやすいようなチャックもついてます。こっちはあの下裾にかけてピタッとあのするようなタイプです。レディースのロングコートもあります。ちょうどいい長さなんですよ。長すぎずね、はい、うん、短すぎず。これ私の今の移動の時も結構着てます。ちょっとお尻が隠れるぐらいはいいんじゃないの、あったかくて。はい、ね、そうなんです、あったかいです、うん。ここからは安田さんがクリスマスプレゼントにおすすめしたいアイテムです。まあね、紹介されてないアイテムでプレゼントしたい商品が私2種類あります。はい、教えてください。はい、まず1種類目。これトリガーポイントのグリッドフォームローラーですね。こちらも以前のね、動画で詳しく紹介してるんですが、筋膜リリースするための、アイテムですね。で特にねやっぱりランナーの方怪我が多いですね。で怪我をしないためにはやっぱりこう日頃のケア、こう筋膜をねしっかりリリースしてあげて筋肉が凝り固まらないようにしてあげることが非常に大事なので、まあ、こういったね、ケアアイテム私もね今非常にこう重宝して実際自分も使ってますので、疲労軽減効果にもなりますので、もう疲れをね残したくないっていう方にも本当おすすめなんで、ぜひ、はい、おすすめしたいです。私も先生に使い方を教えてもらってから毎日やってます。2つ目はザムストのランニングマスクです。軽いね運動時の、まあ、マスク着用ってもうエチケットに、ね、なりつつあると思いますので、マスクの時ね息が苦しいと本当運動しづらいですし本当に辛いので、ですけどこちらのザムソさんのマスクは本当にこう通気性が良くて息しやすい、掛け心地もね非常にいいので、普通サイズと小さいサイズ2つ大きさも選べますので、ぜひこちらも手軽にプレゼントできるアイテムだと思うんでおすすめしたいです。それでは皆さんのおすすめって何ですか。港のおすすめはこっちです。こちらです。私のおすすめはホカのリカバリーサンダルです。アンケートを集計していて私も考えてたんですけれども、皆さんもらって嬉しかったからとか、あげて喜んでもらってたからっていうような意見もありました。私もリカバリーサンダルもらって嬉しかったのでこちらがおすすめです。私の使い方ちょっと変なんですけど、もらって嬉しくて外で履くのがもったいないなと思って家の中でリカバリーサンダル履いてます。レースとか合宿の時とか絶対サンダル1足持ってっておいた方がいいんですよ。はい、足がむくんだりしてシューズ履きたくないってなったりしますし、あと足を結構洗ってそのまま履きたいとかそういった時に靴を履くよりサンダルを履いた方が楽だったりするので結構使い勝手がいいです。軽くてクッション性がいいっていう他ブランドの特徴を生かしたサンダルですね。鼻緒がついてるタイプとスポット入れられるタイプがあります。今の時期だと靴下を履いたまま履く方もいらっしゃると思うのでこのタイプの方が履きやすいかもしれないですね。夏場なんかはねトングタイプで裸足で履いてもらうとねいいと思いますね。もう一つおすすめはソックスの詰め合わせです。詰め合わせというのは自分で選ぶんですけど、ソックスっていろんな種類があった方が毎日どれにしようかなって悩んじゃうんですけど楽しいのでいくつあってもランナーは嬉しいと思うので、うん、確かに、はい、正面ですからね。はい、本当にクッションが厚いものから薄いもの、アーチをサポートしているタイプとしていないタイプ、グリップがあるものないもの、5本指と先丸といろいろな種類があるので選ぶ方も楽しいと思います。プレゼントしたいアイテムは見つかりましたか。お友達のランナーへや
いつも頑張っている自分へのご褒美にこの動画を参考にしてプレゼントしてみていただきたいなと思います。幕張新都心店に来ていただければ安田サンタさんのアドバイスも受けられると思います。お待ちしてます。もしかしたら港中へも時々いるかもしれないです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。